新潟県の道の駅全部寄ってみた。今日は新潟県道の駅南魚沼でございます。南魚沼といえば何が思い浮かびますか？ピボン、お米。そうです、新潟県の、まあ、代表するお米の一つとも言えると思うんですけど、南魚沼産のコシヒカリうまいのよ。せっかくだすけさ、もう楽しんでいごよ。いくが、レッツゴー。あ、ほんとだ、鯉がいる。こうやって売ってるんだね。鯉だよ道の駅に鯉ってさ、すごい賑わっている。よろしくお願いいたします。はい、阿部さん、もう入ってきてすぐに、はい、地元のですね、はい、お野菜になるのかな。そうですね、基本的にうちの道の駅南魚沼、南魚沼市内 の、はい、あの出荷者さんが出している野菜になりますので、うん、基本的には南魚沼産で、はい、の野菜が並んでいます。やっぱもう地元のものはね、そうですね、うまいから ね、 そうですね、何でもね。そしてもう南魚沼といえばお米ももちろん、はい、もうこれは絶対っていうものですよね。もう絶対ですね、はい。こちらが南魚沼産コシヒカリになります。もうこれはもうさ、はい、幸せだよね。もう言うまでもなく美味しいです、ね、本当ですよね、はい。もう阿部さんは、はい、その南魚沼産の新米はもう食べました？はい、あのいただきました、はい。どうでした？とても今年なんか例年に比べて個人的にはすごいツヤがあって美味しかったですね。そうなんですね。でもこの天地米はあの、はい、南魚沼の特に旧塩沢町という地域のコシヒカリ JA が集荷しているお米なんですが、はい、天と地が育むお米ってことで天地米としてちょっとしたお土産には1キロ、そうですよね、はい、喜ばれます。娘さんとか、はい、おじいちゃんおばあちゃんに買っていこうかなみたいな、はい、お米を使ったおにぎりも、ね、はい、塩おにぎりがよく出ますね。やっぱりまんま食うのが一番いいかな、ね、はい、今の時期はもう新米塩おにぎりだけで、ね、はい、塩だけで十分、はい、っていうところで。でも阿部さんのおすすめとして、はい、なんか例えばし、はい、その真っ白のご飯に、はい、これかけて食べたらどうみたいなのがあります？はい、まあ、こちらにもありますし、ほうほうほう、こちらにもあります。神楽南蛮味噌っていうのは、あの南魚沼の伝統野菜とされている神楽南蛮を、まあ、赤く完熟させた神楽南蛮を使ってお味噌と合わせたもので、ピリ辛で辛いんですけれども、本当にご飯とよく合うので、合いますよね、はい、本当にもうこれとご飯だけでもう何もいらないよ。何杯でもいけますね。わ、うん、かります。本当に何杯でもいけちゃうのよ。入りますね。入る、する。もう麺、飲み物。わかる、わかる。仲間がいたんだけど。あ、本当米粒にしか。そう、米兄弟。どっち、じゃあ姉で。お姉様、はい。これ店長さんだよね。なんか食べて、私食が合うと思うんだ。この私たち。南魚沼産の、 あの米粉を使ったクレープで大ボリュームで、はい、もうこれだけで満足感。うわ、はい、いいだろう俺たち。すごい大きいですよね。嘘でしょ。でっかいスイカ系ですね。すごい、ね、もしかしたらすごいよ、はい。でもこれステーキみたいにさ、もう本当に焼いて食べるのがいいと思う。お鍋とかは、ね、逆にもったいないと思うので。そうですよね、はい、だったらこのままジュワーと焼いて主役で、これとご飯でも大丈夫ですよね。だん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 、いいね、いいね。バター醤油あたりなんて、そうですね、いいんじゃないの。食が合うって素敵で、はい、こちらが南魚沼産
蜂蜜。もう地元のですね。そうですね、はい、地元のあの蜂蜜。種類もいっぱいありまして、はい、一番アカシアが人気なんですが、うんうん、珍しいところで言うと、そばの蜂蜜とか、そばの花。これ個人差あると思うんですけど、はいはい、なんかすごいキャラメル垂れた後みたいな。あ、なるほど。はい、ああいう甘みがずっと残りました。あの歌を歌う時のためにさ、喉って大事にしなきゃいけないでしょ。だから蜂蜜って大事なんですよ、なんか私の中では。え、栄養価もあるし、なんか演歌歌ってそうなの、はい、うん、はい、聞いたことあります。本当に、はい、あ、テレビでそう、はい、何見ました。あの新潟一番コーナー、ありがとう、ありがとうございます。そうなんですね、はい、それは嬉しい、多分初めてかもしれない、言われたの。ありがとう、ありがとうございます。そう、こんなやつなんです。すごい面白い、はい、ほらここすっからかんだもんね。そうなんです、おせんべい、これ3つで500円のアウトレットおせんべいなんですけれども、うん、あの空になってしまいました。今日の午後にびっくりだな。、はい、納品またします。すごいね。これもここぐらいまであるんですよね、はい、おせんべいがあったんですけれども、はいはいはい、それはすんげえわ、はい、やっぱり過ごしていて もう空気とかで春の匂いとか秋の匂いとかあるじゃないですか、うん、香りありますよね、はい、あとは食材で四季を感じることもできますし、こう四季とか自然を感じられるのが南魚沼の良さだと思うので、南魚沼と言われると四季自然ですね。なんてできた店長なんだろう。すごくさ、暖かいからさ、ちょっと誰かどう？あ、そうか、実はいるとか言う。いないです、全然。そうですよ、はい、お米好きな人。そうだ ね、 そうですね、お米好き、食うことが好き、はい、な、よろしくお願いします。おすすめのいただきます。とりあえず、はあ、ご飯先にいただきます。ぐらい米だけで終わっちゃうから言ってたもんね。おいしいな。なんかわんぱくになってしまう、本当に。取っておいで、野菜も食べるんですよ。うん、もうあの生姜焼きでさ、あのほら、なんて生姜がガツンと効いてるところもあれば、みたいなところあると思うんだけど、ここはさ、そんなにガツンと効いてるとかじゃなくて、もうマイルド。なんか、ちっちゃい子でも食べられるぐらいの。おいしい。帰りたい、帰れない。ああ、帰ろうかな。今夜。
京坊